はい、今日は2022年の、えー、5月4日ですねはい、えー、明日の12時のフライトで、まあ、成田空港から、えー、成田空港から、えー、タイのスワンナプーム国際空港まで行って、えーまあ、そこで乗り換えてで、えー、インドのチェンナイチェンナイ空港まで行って、まあ、そこからインド旅を、まあ、2ヶ月ほどしてくるんですけどえー 今は本当にちょうど準備して、まあ、ほぼ準備終わったって感じですね。はい、なので今回は、えー、この今回のインド旅に持っていく持ち物、まあ、撮影機材ですね、撮影機材を紹介しようかなと思います。はいでまあ、今まで YouTube にアップしてた旅動画っていうのは、まあ、あれはほとんど GoPro で撮ってて、GoPro で撮影してたんですけど、まあ、今回は これ、まあ、今回も GoPro なんですけど、えー、ちょっと変わってこれヒーロー8ブラックですね今まではヒーロー7ブラックを使ってて、まあ、特にそれで不具合は全くなかったんですけど、えー、と父親がヒーロー8を持ってて全く使ってないということなんで僕が使わせてもらうことになりました、まあ、なので動画はヒーロー8でもう撮り,りっぱなしというか もうあらゆるものをもう全部撮るぐらいな感じでやろうかなと思ってますあとは写真なんですけど、えー、これはソニーの α6000α6000 って結構昔昔じゃないか、まあ、最,近の最近発売されたわけじゃなくて2014年ぐらいに発売されたカメラなんでもう8年前、えー、8年前かのカメラ8年前かなうんそうだな まあでもねこれ実は2018年に使ってて、えー、と初めてアンナプルナベースキャンプとか、まあ、ヒマラヤトレッキング行った時は α6000 で撮影してました、はいえーまあ、すごい、ね、使いやすくて軽くて、まあ、画質もいいし、まあ、必要十分、はい、ということでこれで写真をメインに撮っていこうかなとでレンズはこれはシグマの 30mm えー、F1.4 っていうレンズで、まあ、単焦点レンズっていってズームレンズじゃないんですよあの画角が固定されているレンズなんですけど3、まあ、0、えー、ミリっていうレンズをこのカメラこれはえと、ね、センサーサイズが APS-C っていうんだけどそれにつけることによって、まあ、画角がえとクロップされてクロップっていうかちょっと狭くなって5 0ミリっていう画角になるんですよ ま僕は 50mm が一番好きなんですけど、まあ、なのでこの 50mm メインで撮っていきますはい、まあ、あとは、まあ、これは普段から、えー、日本で一番使ってるカメラなんですけどえっ、ー、とねリコーの GR2 っていう、まあ、コンデジっていうのかな、はい、レンズは交換できなくて、まあ、固定レンズなんですけど、まあ、これも単焦点で これは 28mm って言ってあの、ね、スマホで撮るぐらいの感じなのかなだかちょっと広めなんですよね、まあ、これは常にポケットに入れておくって感じえっ、ー、と北海道行った時も四国行った時もこれはこのカメラをずっとジーパンのポケットに入れっぱなしにしてましたそれでこう、まあ、結構撮って止まって撮ってって感じすごい軽くてちっちゃいんで、はい、これはもう常に持ってるって感じ、まあ、日本でも いつも持ってるカメラですね、まあ、この3個で撮影しますはい、まあ、このあ、えー、とはえっと今ねこの動画を撮ってるのはスマートフォンなんですけど何だっけ GooglePixel3A っていうスマートフォンで、まあ、これ結構ね画質いいんですよね手ぶれ補正もあって画質がいいんで えー、まあ、生きながらリアルタイムでアップする動画っていうのは、えー、このスマホの動画がメインになるかなと思いますそういう感じですねなので、まあ、GoPro で撮った動画っていうのはもう帰ってきてから帰国してから、えー、出してくっていうことになりますリアルタイムでアップするのはスマホの動画ですねあとは、えー、まだ全部パッキングしたわけじゃないんですけど ちょっとね部屋が汚くて申し訳ないですけどこのリュックでこのリュック1個で行きます、えー、まだ服とかは入れてないんですけど今のところものすごく軽いですねびっくりしたこんな軽くていいんだっけと思ったんだけどえっ、ー、とまあインドは、えー、今の季節40度とかね3030 30度後半とかすごい暑いんで特に上着とかね防寒着とか全くいらないんでもう薄着で なんなら、まあ、T シャツ3枚くらい持ってって、向こうで買い足すとかね、そういう感じでもいいかなと思って、はい。身軽に行こうかなと。で、このリュックは、えー、北インド、2019年にインド、まあ、最後に行った時か、最後にインド行った時もこのリュックで行ってて、えー、信頼のリュック、モンベルの、モンベルですね、モンベルのリュックで、 これ実は小学校1年生ぐらいから使ってて小学校1年生ぐらいの時からあの学校の登山とかキャンプとかそういうところで使ってて未だに使ってるっていうものですはいということでえー、行ってきます <laughs> ま,あまたえっ、ー、とねまあ明日撮りながらインド着いたらまたアップするんでよろしくお願いします